こんにちは、えー、田中美亜美です昨日初めて動画上げさせていただいたんですけれども <laughs> いや、率直に思ったことが YouTuber の人たちってなんか全員すごいんだなと改めて思いましたなん、えー、でかっていうといや 昨日初めて自分で動画を上げたときに思ったんですけど、これ、最近買った MacBook Air で撮影してるんですね。まずその画質がもう、ちょっとした Vlog、例えばこの形式の一人喋りみたいなのを上げてる人でも、もうやっぱり全然違うんですよ、僕のとは。なんというかそのカメラも、まあ、 こんなあのウェブカメラというかあの内蔵カメラじゃなくてちゃんとしたやつを使っているっていうことがあの昨日動画上げた後いろんな方の動画とか見てみて思いましたしあとこの音の問題ですよねいやこれ全然音小さいと思うんですよ正直だってあのマイクとか全然つないでないんでやっぱりちょっとそこら辺の皆さん気を使ってらっしゃるっていうのがすごくわかるんですよね。 まあだからすごい皆さん大変なことをえやられてえそれをちゃんと実行されてるんだなと今今というかえ動画を撮ったと思いまして改めていや正直あのすごいおこがましいんですけれども1人で話して動画上げるってすぐできるし えー、誰とでも、誰でも割と簡単にできるんじゃないかなと、えー、たをくくってたところがあるんですけれども、いや、そんなことなくって、ただの、ただのというか、一人喋りでも、ちゃんと気を使わないといけないし、えー、動画って作るの大変だなと思いました。で、YouTuber の皆さんってみんなテロップつけたりとか、凝った,凝った編集をされたりしてるじゃないですか。僕、このチャンネルでは、 あのテロップとか一切つける予定はないんですテロップとか字幕とか一切つける予定はないんですけれどもその労力って考えると皆さんめちゃめちゃ丁寧な仕事されてるし時間もかけていらっしゃるしいや本当に YouTuber として動画上げてる方も皆さん本当にリスペクトする気になりましたえ今更で申し訳ないんですけれどもえっとまあ僕今40歳なんですけれども改めてなんか ね、この年齢,年齢からでも学ぶことってたくさんあるんだなとふと思った次第です。でですねこの音の問題と画質の問題、えー、両方ともこれから解決していきたいなと思っているんでただその全部調べてから全部上位用意できてからあげようと思っても、まあ、また実際に今日僕が体験したみたいにあこれ違ったとか こここれ予想しててたたたととと違っっっみいいいなことって絶対いっぱいあると思うんですよだから、このあえてそのクオリティが低い状態でもちょっと出しながら出していきながらこの学んでいくことが一番大切なんじゃないかなと思っていてえまあちょっとクオリティが低いのは申し訳ないんですけどもこのような形でやらせていただいている次第です本当に昨日の動画あれですよねあの扇風機回したままでしたしあの換気扇回したままでしたしライトを 黄色い状態で撮っちゃってましたしで極めつけは僕のこの髪型というか、えー、まあ服装というか、うん、部屋着のまま、えー、髪のセットしたいままポンで出しちゃってて今日も実際そうなっちゃってるんですけれどもまあちょっとした意図もあってこれは、えーまあ、なるべく自分に負担をかけない形で物事って続けていくのが一番いいんじゃないかなと思ってるんですね個人的には。 今僕ノートっていうメディアで毎日1,000字ぐらい書いてるんですけれどもえそれもえ基本的にはえ毎日書いてて絶対にその自分がその原稿というかえ三日坊主にならないで済むようなやり方でやらせていただいてるんでサムネイルつけなかったりとかで思ったことをそのまま書くとえそんな形でやらせていただいてるんで えまあそれがまあ手軽な形で続けられるっていうことが物事を続けるコツの一つなんじゃないかなと思っていますので YouTube もまあその形を採用していけたらいいなと思っておりますのでえ皆さんえぜひともえちょっと続けられるかどうかわからないですけれどもえよろしくお願いいたします。それでは。